松浦市伝来の皇室がけい腹当て腹当ては、鎌倉時代から室町時代にかけての中世日本で用いられた鎧の位置形式、最も簡略化された形をしている。復元された腹当てを着用した男性腹当ては、腹巻や銅丸よりも、さらに簡易な構造をしており、胸部と腹部を覆う銅鎧に、 小型の草ずりを前と左右に三軒垂らした形状で着用者の胴体の前面及び側面腹部のみ保護する構造となっている。軽量で着脱は容易であるが防御力は低い。後に腹当ての胴体を防御する部分が背部まで延長し腹巻きに発展していったと考えられている。文献などから鎌倉時代頃に主に下級兵卒用の鎧として発生したとみられ、 室町時代の後半には、軽武装として、広く使われるようになった。その軽量さから、上級武士や僧兵が御信用として、衣装の下に着込むなど、現代の防人ベストに通ずる使い方もされたため、キカゴ腹当て、キカゴという名称も生じた。また腹当ても略して、塔とも呼ばれるようになった。カルタキンを使って製作された腹当て様式の、畳具足等生具足においても、 前剣具足、番具足などと呼ばれる腹当ての様式に似た簡易構造の一枚銅が作られ、足軽によって用いられた。江戸時代には復古調の鎧として復元、作成されたほか、統制具足の形式を取り入れたもの、脇腹の部分も省略された全員一枚のみのもの、兜や小具足をも完備させた腹当て具足などが作成されることもあった。現在のところ実物は、 平戸藩松浦市伝来のものとして、菅敬の腹当て等が残されているが、多くが低級な消耗品であったため、江戸期の復古町以前の作品原損数は少ない。また、重回図や、法年商人絵伝などの絵巻物にもその姿が見られる。ありがとうございます。